ただいまから皆様の安全のため手荷物の収納状況を確認いたします。手荷物は上の棚の物入れまたは前の座席の下などしっかりと固定される場所に置いてください。また一度開封済みのペットボトルや水筒などは上の物入れではなくお手元にお持ちいただくか前方のシートポケットをご利用ください。皆様のご協力をお願いいたします。皆様ドアが閉まりました。携帯電話などの電波を発信する電子機器類は電波を発信しない設定に切り替えるか電源をお切りください。手荷物は座席上のものでまたは前の座席の下にしっかりと置いてください。また座席にお座りになりシートベルトの着用をお願いいたします。業務連絡です。乗務員はドアモードをアームのみ変更してください。ご搭乗の皆様おはようございます。今日も東京よりスパーフライヤー羽田東京国際空港行き76便をご利用いただきましてありがとうございます。この便は ANA 3876便との共同航便でございます。飛行時間は離陸後1時間25分を予定しております。シートベルトはしっかりとお締めください。客室内はプールの化粧室を含む全面的にカレント式タバコ、電子タバコは機内での喫煙、並びに充電が禁止されております。携帯電話などの電波を発信する電子機器類は、電波を発信しない設定に切り替えるか、電源をお切りください。皆様のご協力をお願いいたします。お客様に安心してサービスを受けていただくために、客室乗務員はマスクと手袋を着用しております。皆様に安心してお過ごしいただくためにお客様ご自身のマスクの着用、手洗いや接近チケット、近い距離、大きな声での話を控えていただくなど感染予防対策へのご協力をお願いいたします。本日この便を運行いたします。機長は篠原、副操縦士に貝沼、私はパーサーの西山と申します。ご用の際にはお気軽に客室乗務員に声をかけください。ただいまからこの飛行機の非常用設備についてご案内いたします。テレビモニターを皆様必ずご覧ください。ご搭乗ありがとうございます。本日空の安全と皆様をお守りするため参りました。私スターフライヤーマン、これから空の守護神としての皆様に安心して空の旅を楽しんでいただくよう機内の設備、空のルールについての話をしましょう。手荷物は座席上の物入れまたは前の座席の下にお入れください。膝の裏側や通路、非常口付近には置かないでください。怪我につながる恐れや脱出の妨げとなりますのでご協力お願いします。皆様が着席されていることを確認して出発いたします。シートベルトはカチッと音が鳴るまで差し込む、長さを調節して腰の低い位置でしっかり締めてください。ベルト着用サイン点灯中は必ずお締めください。サインが消えていてもお座りの間は常にシートベルトをお締めください。外すときは金具の片方を持ち上げます。緊急時に全てのお客様が安全に脱出できるように離着陸時は座席の背、テーブル、フットレストを元の位置に戻してください。機内は通路を含め全席禁煙です。もちろん化粧室も禁煙です。機内火災の予防にご協力ください。電子機器の発する電波が安全運動に支障を来す恐れがあります。携帯電話、スマートフォン、タブレットなどの電波を発信する電子機器は電源をお切りいただくか電波の出ない設定に切り替えてください。酸素マスクは必要な時に降りてきます。マスクを強く引き寄せ鼻と口に当てゴム紐を頭にかけてください。ゴム紐の端を引き長さを調節します。大人はまず着用し、その後お子様にもマスクをつけてください。教えていただいてよろしいですか。ありがとうございます。緊急の場合は衝撃に備える姿勢をとってください。
体を起こしてスライドを滑り降りてください。援助する場合はスライドの横に立ち体を引き起こしてください。滑り降りた後は速やかに飛行機から離れてください。救命胴衣は座席の下にあります。袋から救命胴衣を取り出し、紐がついている方を下にして頭からかぶります。前の留め具を差し込み、紐を引いてしっかり締めます。非常口で乗務員の指示に従って引き手を強く引き、救命胴衣を合わせます。膨らみが足りないときは両側のゴム管から息を吹き込んでください。小さなお子様の救命胴衣は客室乗務員がお持ちします。座席前のポケットに安全のしおりが入っています。離陸前にご覧ください。ご質問がありましたら、私スターフライヤーはまたは客室乗務員にいつでもお尋ねください。それでは素敵な空の旅をお楽しみください。ご案内いたします。まもなく機内の照明を調節いたします。特殊などお付けのお客様は座席上の特殊灯を用途に合わせてご利用ください。皆様の安全で快適な空の旅のため、肘掛けを下げる際やテーブルを収納する際、化粧室のドアを閉める際には指を挟まないようご注意ください。お子様連れのお客様はお子様のお手元にも十分ご注意ください。それでは到着までのお時間をゆっくりお進みください。まもなく離陸いたします。シートベルトの着用をもう一度確かめください。3歳未満のお子様は膝の上でしっかりお抱きください。また一人でお座りのお子様のシートベルトも保護者の方が合わせてお確かめください。なお飛行時間は離陸後1時間25分を予定しております。ご搭乗の皆様、機長がシートベルト着用のサインを点灯させました。お座席にお戻りになり、着用サインが消えるまでシートベルトをお締めになっているようお願いいたします。 Ladies and gentlemen, the captain has turned on the seatbelt sign. Please return to your seats and keep your seatbelts fastened while the sign is on. Thank you. 승객 여러분, 기장이 안전벨트 사인이 켜졌습니다. 좌석으로 돌아가셔서 사인이 켜져 있는 동안 안전벨트를 착용해 주시기 바랍니다. 감사합니다. 여러분, 다음 마 하네다 도쿄 국제 공항에 착륙いたしました. 안전のため, 벨트 착용 사인이 消えるまで, 시트 벨트 오시めのまま お待ちください. また 上の物入れを開けた際に 中の手荷物が滑り出ることもありますので お気をつけください。 これより 通信用の電波を発信する電子機器類も ご使用いたします。 なお携帯電話での通話はお控えください。 今日もスターフライヤーと ANAの共同運航便をご利用いただきましてありがとうございました。 ご案内いたします。 この飛行機は間もなく停止します。 新型コロナウイルス感染拡大と感染拡大防止の観点より、お客様同士の距離を確保するため、前方、後方に分けて順番にお降りいただきます。前方のドアが開きましたら、1番から12番までのお客様より順に前のお客様と適度な距離を空けてお降りください。14番以降のお客様は、ご案内まで座席に連絡のままお待ちください。皆様のご協力をお願いいたします。